姫路市内で剣豪武蔵を題材にした映画の上映に合わせて劇中の音楽を三味線で生演奏するイベントが開催されるのを前にリハーサルが行われました。生演奏とのシンクロライブ上映が行われるのは今月25日の公開の映画武蔵です。この映画は史実に基づき武蔵と武蔵に関わる人物の生き様を描いた時代劇で、佐々木小次郎役の松平健さんをはじめ主要キャスト12人が集結。迫力ある盾やアクションにも注目です。今回のシンクロライブ上映はアースシネマズ姫路で今月26日に行われる予定で、この日は本番を前にリハーサルが行われました。リハーサルでは3人の三味線奏者が三上康夫監督の指導のもと映像に合わせて演奏し、澄んだ音色が会場に響いていました。 BGM になってしまったらやる意味ってないと思うし、かといってその三味線の演奏ばっかり前に出すぎるとやっぱり主役は映画ですから、やりすぎずでも映像に対して僕らも挑戦的にかかっていくというところで面白いコラボレーションになったらなと思ってます。見ている方にとっても本当に映画の中に入ってもらおうと思ったら、あの生の三味線の音とともにあのシンクロする、見ている方もシンクロしていただきたいと思いました。一回きりのイベントです。ぜひ見に来てください。映画武蔵の生演奏とのシンクロライブ上映は今月26日にアースシネマズ姫路で行われます。